はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。こんばんは。こんばんは。ということでですね、本日は音楽の日 TBS 出演させていただいて、はい、来ました。ありがとうございます。今でもね、音楽の日は続けてやっているんですけれども、私たちは14時台に、そう、365日の紙飛行機を披露させていただいて、そう、今回はセンチメンタルトレインの衣装を着たんですよ。可愛かった。初めて着た。ね、可愛かったねってね。水色の可愛かった。めったにあれ着てるの、そう、誰の衣装でしたって。あ、嬉しい。そう、だから違う、そう、襟がキュルンキュルンで、可愛かったよね。意外なメンバーだった。確かにね。まあでもイメージっていうよりかはサイズでって感じなので、衣装は。そうなんですよね。インスタで載せてた写真、誰に撮ってもらったの？あれはね、下尾美優ちゃんに撮ってもらいました。そう、髪の毛明るく見えるのは光の加減って、どうだろうね。最近髪の毛を染めるって行為をしてないから、だいぶ茶色くなってきたね。落ちてきちゃった。でも場所によったら全然黒に見えてるんじゃないかなって勝手に思ってるけど。あ、そう、あ、ももちゃんショールームイベント出るんですねって。そうなんですよ。そう、出演させていただくことに、出演そう、参加させていただくことになりました。ショールームイベント、そう間違えた、出演じゃなかったね。そう、また出るって。そうなんですよ。またちょっと短い期間になってしまったのですが、そう、前回のショールームイベント、イベントがあるんって。そうなんですよ、ショールームのイベントがあって、
そう、まさかねこんな短い期間でショールームイベント出ると思ってなかったんですけど、出ないかと思ってました。そうなんですよね、そう、私も全然出ないつもりでいたんですけど、うん、そうなんですよね。最初このイベントが来た時は、そう、出るっていう思いにはならなかったんですけど、大人の判断ですね。全然、最終的に出るのを決めたのは本当に全然自分なので、他のメンバーも多分そんな感じで参加したメンバーはいないと思います。大人に出ろって言われたからとか、本当にそういうメンバーいないと思うので、今回とか毎回そうなんですけど、だからメンバーみんな自分で決めて、そうっていう感じなので、私もそうギリギリまで迷って、っていう感じで最終的に参加させていただくことになったんですけど、なんか少しそのお話をすると、なんだろう、最初そのイベントの案内が来た時に、あ、単純に大西はなんか、あ、次のシングル出るんだみたいななんかその案内が来た瞬間は、いや今年かどうかは分かんないけどさ、大西も、あ、次のシングル出るんだみたいなっていう、ショールーム選抜またあるんだみたいな、カップリングか、じゃあ次のあれもまたあるんだシングル、へーって、そうっていうのが一番最初に思って、でその案内のなんか紙に、その昔のショールーム選抜の集合写真とかが載ってて、なんか例えてこんな感じのやつがショールーム選抜ですよみたいな、そう、昔の MV の時の写真が載ってて、あ、懐かしいみたいな、ただただそんな感じだったんですけど、そうで今回はご褒美というかがすごく大きい、まあ、カップリングの楽曲をもらえるプラス MV ももらえるっていう、すごく大きなご褒美だなっていうのを思って、そうね、だからまあこれは出る人多いだろうなっていうふうに、思ってて、なんか自分的にはその今回何も相談ができないというか、イベントの詳細を先にパーンって公開してからとかじゃなかったから、まあ、まずファンの方に相談できないなって思って、でもなんかなんだろう、やる目的が最初見つかんなくて、このイベントに対して
なんか今まで大西ショールームイベント3回出てきたんですけど、1回目がその楽曲をプライベートサマーっていう楽曲をいただいた、そう時のショールームイベントと、2回目がセブ島のガイドブックの時で、3回目がこの間のラルムの時のこの3回だったんですよ、出たのがショールームイベントで。1回目はあれはまずご褒美が最初何もなくて、単純にその頃チームエイトってすごいメンバーがいっぱいいて、ダンスでも歌でもなんかいろんなジャンルで1位を取ってる、1位っていうかを取ってるメンバーがめっちゃ多かったんですよ、番組の企画とかで。そうで、その時はだから大西もなんか自分もチームメイトに1位を持って帰りたいっていうので最初頑張ったイベントが一番最初のイベントなんですけど、それですごいファンの皆様と頑張って、まあ、1位を取ってやったってなってたら、そう後からご褒美でプライベート様楽曲もらえますっていう感じだったんですよ。そうだからその時の目的としてはチームメイトに1位を持って帰るっていうのが目的だったんですよ。で2つ目のショールームイベントがセブ島のガイドブックなんですけど、それは西ショールームじゃないわ、写真集を出したんですけど、そうファースト写真集、それがセブ島だったんですね。でそれこそショールームを丸々1年最初に継続して、でそれのご褒美がセブ島での、まあ、最初奈良だったんですけど、そう後々いろんな方々が助けてくれて、でこうセブ島での写真集を撮れるっていうことになったんですけど、だからそのセブ島には思い入れがあって、だからセブ島の何かならちょっとやっとこうよってファンの皆さんってなって、そうご縁があったからやったそのショールームイベント2回目だったんですよ。でこの間つい最近やった3回目だって最初思ってて、だから本当出る気なかったんですよ最初。そう今んとこ全部これ今正直な気持ちを話してるんですけど、そうでなんかもうどっちが嬉しいんだろうとかいろいろ考えてたんですけど、その締め切り間際になって、MV で、まあ、もちろんさ推してるメンバーがさ MV とかいっぱい映ってたらもうそれはもちろんさ嬉しいじゃない。でもそれに対してのさものがさでかいから、ショールームイベントって、だからなんか絶対賛否両論は分かれるはずじゃない。だからそれに関してはまあ絶対どっこいどっこいになるやろうなと思って、で次大西がシングルの選抜に入れるかもわからないじゃない、入れない可能性だってめちゃめちゃあるし、選抜に入れさせてもらってて、もしその入れなかった時なんかどうしようってなんかすごい直前になって迷っちゃって、そう結果どうしたらいいんだろうってなんかそこの案内が来てちょっと待たって締め切り間際ですごい悩んで
で結果迷ってるまま正直立候補したんですよ。その時はそうやっぱりどうしてもこう気持ちが乗らなかったらっていうか、そうもう課金しないでくださいって言っていつも通りの配信をしても、まあ一回こう立候補しなかったらただただ後悔するけど、一回してまたそっから気が変わってしまえばこうわがままだけど、なんかうんってやるのもいいかなとか、なんかいろいろ本当に最近ずっと迷ってて、でもなんかそう自分の中で一個目標ができて、この迷ってる間に、そうそれを言うか言わないかが、まあ言ったとしても、あの言うってなったとしても、あのショールームイベントが終わった後になるかなと思うんですけど、もしかしたら言わないかもしれないんですよそう、うん、なんか今自分の中で一つあって、そうこれは本当順位とか気にせず、うん、なんかそうなんですよね、このこんななんかはっきりしない感じのあれ初めてなんですけど、そうですね、まあ、一番はこんなに短い期間に2回もちょっとね立候補するっていうのが私的にはすごく心苦しいところではあるんですけれども、なので本当に無理のない範囲 で私は私なりに、なんだろう、楽しんで上を目指して頑張っていこうとも思ってはいるので、頑張ってんなって思ってくださった、すごい大西の生命線そう大西多分ね長生きするんです。ちょっと左も見といて あ、シャキということでですねそうそんな感じで、うわあ。
っていう感じで、だってさ正直さ今回期間も長いじゃないショールームイベントの期間も長いじゃない。しんどいのね、大変なのもう分かってるじゃないね。もう西もファンの方もどっちも大変じゃないこの期間そう、ね、でこれからまたねイベントとかも増えていくし、レッスンとかの時間もすごく増えると思うから、ね、またこう、まあ、前より前の舞台やってる時やりかは全然あれやと思うけど、まあ本当にだって初日からそうでしょ、18日にこのイベントが始まるんだけれども、その日は話し会でしょ。ちょっと大西は大西なりにちょっと自分なりにゆっくり頑張っていこうかなっていう、その自分のできる範囲で、難しいね。人生って難しい、はあ、なんだろうねこの感じあ、ごめん今全然ショールームイベントと関係ない話してるけどさ、見て今日注射してきたの大西いたもう痛いんです。見て注射するなんか思ってなかった大西。ワクチンではないって、ワクチンじゃない、そう血液検査してきた、 B 型やったナタですって言われた、わかりましたって言って帰ってやっぱりかと思って、そうなのよ、やっぱり B 型やった、あれ調べてなかったんだけど、あ、嘘ごめんごめん嘘ついた
もう大西が言うこと全部本気にしないで。そうでもね、そう気を打つ、自分の中に打つ予定は全くなかったから、痛くて萎えてるの。涙もって、うん、泣いてるのも何も、大西を信じないで。そうだよ、今話せる範囲ではショールームイベントにはこんな感じで、なので、うん、まあでも今回本当に人数もたくさん参加しているので、私も楽しんでできたらいいなって思ってます。少し自分の目標にマイペースながら向かえ、10分までには終わろうかな。うん。本当。ピアス外しましたって、そうなんか変な感じするのないから、ここに。そう、歌番組の時は外してイヤリングつけてるので。取ったまんまだった、多分ここにあるんだよねって思った。あれ、あった、これです。イヤリングだったんだ。そうなのよ、私片方しかピアス開いてないからさ、衣装つけるときは全部イヤリングなんですよ。そう、こっちしか開いてないの、耳。軟骨の方は入れやんの、軟骨。なんか大西ね、あれアレルギーなのかもしれないのよ。そう、ワンチャン、ワンチャンなんかその金属みたいな、普通のなんか、おにしね、いっぱいピアス持ってるのよ、あの300円とかでよく売ってるからさ。そう、それをねつけたらね、ぐじゅぐじゅになっちゃうの、耳が。そう、あれ、あれ、荒れるっていうか、うんじゃうくて。でも、ちょっとお高いピアスだと、なんないんですよ。そうなのよ。で、今、高いピアスがこれ。これやから、これを、あの、よく、こっちにつけたり、こっちにつけたりっていう、あの、交代交代で穴が塞がらないようにしてる、今。そうなのよ。メッキか、メッキがダメなのかな。それなんか他の人も言ってた。そうなのよ、なんかうじゃうじゃになっちゃうの。
うわ、あんま詳しくなくてさ、お店もそういうの。とりあえずこれをつけたら何もならないっていうのが証明されてるから、あとこれ可愛いからずっとつけてるんですよね。そうなんですよ、チタンがいいよって。金なら大丈夫。ああ難しいよね。そう、シリコンなら大丈夫かな。なんかたまに透明なやつあるじゃん、ああいうのもいいんやろうなと思って。でも最近それこそ買ってないのよ、ピアスを。全然まだ今度アクセサリー屋さんとか行ったら、その何やったっけ、透明なやつ買ってみようかなね。そうしてみよう。ということでですね、じゃあちょっと7時半ぐらいに今なったので、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西くんさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がタカヒロアットマークオメグ魂さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が、あら大西はちょっとこれをあれだと悟ったよ、PAN に丸見え PANN ちゃんさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がラボーナさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がさとまるさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がね18さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が前之助さん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。いろいろ失礼いたしました。ということで今日はこの辺で終わります。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。